お疲れ様です。そうでした、忘れてた。あれ、ビデオデバイスが取れた。よし、来た。堪能いたしました。美味しかった。あ、大丈夫か。もうだいぶ餅残ってないかと思ったんですけど、バッチリ食べられましたよ。16品中6品食べたかな。よし。で、15時から投票結果が分かるらしいんですけども、まあそれ待たずに走ってしまおうと思います。腹いっぱい満足でございます。あ、ございました。お腹が踊るポンポコリンですよ。おっさくせちょっと待ってください。読み上げが小さいな。一番美味しかったのはゴンボ餅かな。投票 6個食べて、で6枚投票券もらって、どこに何枚入れてもいいんですけど、ゴンボ餅に3枚投票しました。あれ、なんか読み上げ小さいな。読み上げ、あ、餅が好きでございます。ちょっと待ってください。読み上げがなんか小さい。スピーカーどこだ、これか。あれ、おかしいな。まあでも聞こえなくはないな。そう、片数だけ。でも逆に言うと、食べてないものはもう絶対に入らないわけなんで、見た目で損してる、食べようというふうに手に取られない餅っていうのはかなり不利ですね。見た目で不利な餅は。1票。あれ、これボリューム効いてないな。まあいっか。じゃあ行きましょうか。1票300円でございます。見た目納豆餅は私2票投じました。6票中2票投じました。何でしたかって。あ、グランプリ発表あるか。早いな、15時からのはずなんだけど私はですね、ハムカツはあれ、かなり組み合わせの時点で反則気味に有利だと思うんで、でもどうだろう、みんなそのハムカツに投票するなんて、そんな安易なことするわけないですよね。あ、だいぶ人減ったな。あ、でも時間かかるかな、これは。さっきまでここでゲイビーマンションをやってました。そう、さっきまで満員だったんですけどね、この前。素材、そう、興味ないと思います、多分。まあ、時間かかるな、これは。やめとこう。多分後でツイッターなりブログなり公式ページなりで分かると思うんで、先に行かせていただきます。あとそこで飲み物売ってるんですけど、各種軽飲料って書いてあるんですよね。軽い飲料と書いて。あ、平泉っていらっしゃいませ。世界遺産らしいですね平泉ゴンボ餅、あれ、平泉だっけ、ゴンボ餅はに一番奥の票を投じさせていただきました。お、いらっしゃいませ。読み上げの音量が小さいままだな。大きくできない。大きくしようと思ってもなぜか聞かない。まあ今周りがうるさいからあれなんで、この後も支障あるようだったらちょっと設定をいじってみます。抽選会、ああ、そうですよね。じゃあこれをこう出て左に、あれ、待てよ、こうじゃなくて、ここはですね、一関市総合体育館、岩手県です。で、餅サミットっていう、まあ、B1 グランプリみたいなお餅イベントやってて、そこでいいだけ降ってきました。で、このまま帰ったらもう全く消費してないことになるんで、ちょっと走って帰ろうかと新幹線で1駅分だけ走って、で運賃節約にも多分なるだろうから、
あ、こんにちは。ユードーム、そうです。サミットにパネラー、パネリストじゃないですか、それ。で、さっきそこで高校生の、あ、まだやってるな。高校生イベントやってますね。獅子踊りとかやってましたよ。で、ちょっとさっきと同じルートでここを通らせてもらって。まだやってますね。でさっきあのイオンの中、あっちがイオンなんですけど、イオンの中にもなんか女子高生が8匹で紛れ込んでて、あのイベントやってますのでって言ってましたよ。女子高校生が、女子高生とはちょっと違うな。確かこれは出て右に行って、川沿いに出て一ノ関駅の前に行きたいんですよ、とりあえず。こんにちは。15時ですね。18時台の新幹線乗ろうと思ってます。もうチーズは食べられなかった。デザート系は結構早くなくなってて、もちプリンともチーズは食べられませんでした。で、その次に選んだっていうか、甘いもの系で最後残ってたのが餅カステラってやつで、あれが予想外に本当に餅とカステラの間だったんでびっくりしました。見た目カステラなんですけどね、全然柔らかいっていうか、あの、軽くない。餅の席、そうですね、餅の席でした、忘れてた。餅サミットの会場では餅用語を使わなきゃいけないんだった。とりあえずもちかれ様でした。餅との出会いはもちご餅絵だから、家に帰る。これあれ、あ、これまっすぐ橋が通じてるんだ。新手ないけど、この道まっすぐ行けば石の関駅まですぐ行ける、餅の関駅まですぐ行ける。もうちょっとだけですね、もうちょっとだけ。一応振り駒攻撃の周りは食い物屋さんあるのかな。あったら東京に戻ってから食うか。うん、あ、風の音まだちょっと吹いてますね。さっきより弱いけど、だ、あ、腹いっぱい。走りながらカメラですか。あの、手で持って撮るデジカメの方だったら落っことしたことはないです、未だに。自分でも不思議ですけどね。あれ新幹線の架線かな。もちご餅でございます。今回あのゴンボ餅のそのゴンボのタレが妙に美味しかったな。ごぼうとごまをすりおろして甘辛くしてあるタレなんですけどね、多分すりおろしてあるかな。あとゆっくり、あの、負荷にならないように走るんで、負荷になるほど走れないんで、吸い取り、いや、どうしようかなと思ったんですけど、ちょっと危ないなと思って腹いっぱい食べて、でも少しでも消費しないと。
出るか。当然大事です。日に当たってると暑かったですよ。餅で並んでる間も。違う消化、なんでやっぱり小さいな、聞こえづらい、風が強いと。ランチカフェしてみます。体重どんぐらい食ったかな今。ロックスなんで一個一個はそんなにでかくはなかったんですけど、餅ですからね。米が凝縮された物体ですから。あれ、この道もまだ地図載ってない。これこのまま行ったら駅の前は行かないな。ん？警戒に？ちょっと待ってください。ちょっと言っといた方がいいな。この太い道は駅の前通らないバイパスですね。バイパスというか新しくできた道。一ノ関駅は見たことないから一応見とく。子供の頃、そうですね、母方の実家に子供の頃連れて行ってもらって、で年末になんか餅つきやったのが印象に残ってるんですよ。その場でつきたて餅を食ったのが逆トラウマになってて。ん？日本語か。GPS ですかね。これもともと販売店の方で日本語フォント入れてくれてたんで、メニューは一応日本語化されてます。地図は、ん？そう、餅の席からではなくて次の駅から帰ろうと思って、アラゴなしに。もうすぐ寒くなりますけどね。今日も4時半ぐらいになってきたらもう冷えてくるかな。お、もし美味しかった。割とコメントに困るような餅に当たった場合は食べなかったことにして、特にツイッターに書かないでおこうと思ったんですけど、全部美味しかった。本当にバリエーションすごいですね、餅料理は。餅を餅として普通に食べたメニューは今回だと、そう、新幹線駅です。納豆餅はそのまま、餅はそのままだよな。どんぶ餅は軽く煮てあるからちょっと違うかな。しまった、線路くぐってどうする。もう戻れない、引き返せない。アンダーパス行ってしまいました。あ、聞こえない。何との出会いが、餅たちとのだったかな今のは。勇気、お餅たち。そうですか。手前、じゃあ、よかったかな。
確か一関駅でカタカナののが間に入る方が新幹線駅ですよね。ああ、GPS がちゃんと固定できてない。あ、タガネ餅は知らないです。あ、なるほど、なるほど。ここから左行ったら左手に駅があるのか。うん、帰りますが、ちょっと走ってから。はやては、栗駒高原止まるのかな。っていうか、はやてって確か、はやて小町のやつですよね。ハムカツ食べました、うまかった。あれ、一発目食べた上に揚げたてだったんで、いらっしゃいませ。ベストはゴンボ餅に入れました。餅を。おはよう餅って何の。交通費は片道1万ないぐらいですね。確か9000円台のはず。で、行きはそれ、エキネットの割引使ってそれで、帰りはどうかな。あ、ジェシーさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。美味しかったですよ。早めの、でもないです。結局このままだと、栗駒高原駅18時ぐらいになりそうで、そこから帰って東京に21時ぐらいかな。そう、存分に楽しみましたよ。うん。なんか、再開してます。一ノ関、駅はどれだ？ああ、ずんだ餅はですね、セットの中に、餅3個セットのメニューがあった中にずんだ餅があったんですけど、そこは結局並びませんでした。お金優先して並んでたらもうなくなってた。というわけで6皿食べて1800円ですよ。1個300円だから。300円均一だから。店の人疲れただろうな。餅は16種類だったと思います。確か。18時16分間に合うかな。食べました。これ駅前ですね。あ、ありましたっけ、ずんだ餅っぽいの。そばの上に乗ってるやつありましたけど、あれはずんだじゃなさそうでしたけどね。緑色の餅が乗ってるやつ。で、あの、そばの上に乗ってるやつは、あ、いらっしゃいませ。お腹が、まあ、苦しいほどまでは食べなかったです。そこまでいかなかった。でも腹いっぱいでございます。夕ご飯は、帰ったらどっかで座くぐらいかな。でかいですね、一ノ関駅。もう少しローカルかと思ったら。そうそう、それ、あ、そば。多分あれ、ずんだじゃないと思いますよ。食べてないから分からんけど。うちはご当地餅は覚えがないですね。餅文化全然なくて。世界遺産浄土の風香る平泉にアクセスできる一ノ関駅か。あ、高校野球。駅到着。いや、ここから乗るんではないんですよ。あ、旅行バス。さて、じゃあ次の駅行くか。次の新幹線駅。まあ次のって、これは新幹線の方じゃないんですけどね。一応新幹線の入り口でもありますよね。いや、リンコは次の駅まで30キロぐらい走ります。そうだった、餅の関駅だった。スカイツリーみたいなのありましたっけ。餅は6種類食べました。温泉には、あ、よいしょ、逃げた。うん、田んぼどうなんでしょうね。見てですね。よし、じゃあ行きましょうか。ミキメスらしいですね。確かメスだけで、オスはなんか遺伝的に、怖っ。見てないな。怖い。
見てて怖い。乗り合いバスが結構使い古されてるな。信号ないんですよ。見てないか当然という考えなのか。私は車が自転車を思いやるべきというのと同じように自転車も車を思いやってやるべきだと思うんですよね。バスが、うん、当然、うん、左右を確認する必要いかやく。どこ、なんだあれ。これでちょっとあの幹線道路の少し後ろ確認はミラーつけてないと厳しいですよね。互いに事故らないようにっていうのを考えておくべきだとは思いますね。で、しまった。予約枠に移行しようかなと思ってたけど、もう得意すぎてた。ミラーついてないんですよ。なんかめんどくさくってつい。飛び出しとかなさそうな音を見たら車も。まだ行けるか。うん。おお、スカイ。実際あのスカウターみたいなあの目にかぶせて、メガネにかぶせて表示できるモニターが実用化すれば、後方確認も多分目の隅でできますよね。道場。環境のバランスが悪くなって耳が痛くなる。うん、バランスが重たくなってってことかな。うん、メガネ重たくなるのあれですよね。Google グラスはどうなったんだっけ。前でもやってたけど。うん、走行力広告だらけでうざそう。広告、ああどうなんだろう。視界を多少でも塞ぐような広告っていうのはさすがになんか問題あるんじゃないかな。お、いらっしゃいませ。もうそろそろ一枠目終わりかな。もう少し先かな。西日がもう西日だもんな、時間的に。6くらい？あ、ダメですか。まあ、また次枠で。お、いらっしゃいませ。もうすぐ終わりですよね。サングラスはしてないですね。もともと私は暗いところに弱いのと、見た目的になんかサングラスは威圧感を与えそうな気がしてっていうのは言い訳かな。まあなんかちょっと障壁があって、いや、こう北の方にですか。
うん。あ、また逆数かな、これ。4、あと4ですかね。誤差よ。おう、あ、うん、新幹線も、あ、その新幹線の線路上でトンネル越えってことですよね。何ですかって。予想外。うわ。ちょっと GPS の固定がやばい。ちょっと輪ゴムで止めよう。GPS のこの台座が半分ちぎれてしまったんで、台座を止めている。ストラップが、こんな感じでいいかな。残り3分くらいです。これでよし。あ、残り3分。よいしょ。とりあえずこれで OK。 よし、タイヤは 32C だったと思います、確か。若干クロスバイクとかの中では太めかな。今日はタイツです、ね、うん、今日タイツです。でもなくてもよかったかもしれない。全然寒くないです。今日関東暑かったんですよね。20度後半っていうふうに聞いてますけど、コメントで。あれいいですよね。100均でもあれは確か売ってるよな。どんちゅうか。18時17分だったらまあ間に合うか。ドライアイス森麺。なんかのタクシー25度か。おかしいですよね、気温の上がり下がりが。じゃあ今週末大垂峠登った人とか相当暑い思いしたのかな。上は寒いんだろうけど、下の方はぶどう畑のところが灼熱地獄だったはず。これ今線路、在来線と新幹線の間走ってるのかな。右側のは多分在来線の線路だと思うので、あ、お疲れ様です。次は取ります。お疲れ様です。ん、カバー、
これ読み上げは再起動した方がいいな。小さいかな、まあいいや。再利用で。いらっしゃいませ。これでいったかな。さてじゃあ続き走ります。電波悪いかもしれない。いらっしゃいませ。よっと。あれは一ノ関に向かっている鈍行列車ってことは何線だっけ。あれ、いらっしゃいませ。大丈夫ですかね。今鈍行列車が通り過ぎました。夕暮れだな、もう。といっても3時過ぎなんだけどな。日暮れまであと1時間半あるんですけどね。喉乾く。あ、宮城385のやつだ。あ、さっきのあれ東北本線ですかね。どのぐらいなんだろう。あ、電波悪いのか今。
国道沿いなんだけどな。お、いらっしゃいませ。あんまり電波良くないみたいだけど、いらっしゃいませ。です。入って、登ってるな、ちょっとだけ。標高は100も確かいかないぐらいのはずだけどな。放送状態チェックしよう。ああ、転送速度遅いな。通常配信にしよう。よいしょ。FML リードと厳しいっぽいので、で上り1キロって、1キロ2キロとかしか出てない。全然ダメだ。電波状況が悪すぎる。あれどっちだ、これ右か、しかも左で国道に乗るのか。あ、バッテリーやばい。いや、右のままでいいな。いずれにせよ国道と合流する。ひどいみたいですね。通常配信でもダメか。音は来てるしな。あ、音来てます。新幹線は何時間ぐらいで着きますか？新幹線は確か東京まで2時間ぐらいじゃなかったかな。確かそんぐらいで着いたと思います。だから18時10何分のに乗れたら家には9時過ぎに着けるかな。音だけですね。音だけ。今4号線との合流、早めの合流じゃなくて遅めの合流の方の道に入りました。どっちしろすぐ先で合流する。なんか高速道路っぽい感じがするな。え、渡れるかこれ。
これは見通し悪いな。よいしょ。今ちょっと4号に入るときに右から入ったんで横断しなきゃいけなかったんですけど、見通し悪くて厳しかったです。車はバックができないからもっと怖いよな。中山は予約しなくても私だけ大丈夫。私と配信はどうしましたか。ごめん、映像、あ、下向いたままで映像止まってるんですかね。潰れてるな。ハンバーグレストランびっくり冒険島が潰れてます。ひょっこりひょうたん島もちったのか、高橋名人の冒険島をもちったのか。ありがとうございます。真っ暗ですみません。声が言ってるのかどうか。あ、いらっしゃいませ。電波悪いようです今は。お、栗原市。あ、宮城県、ここから宮城県だ。4号線沿いに宮城県に入りました。栗原市。もう一遍配信状況を確認するか。配が切れてる。給電もしてるけどな。熱か。熱落ちか。あ、ちちちち。できるだけ外側に密着するように。あ、そうだ、あと見えるので
のか。赤点滅しっぱなし。これは一変。バッテリー見た方がいいかな。大丈夫かな。立ち上がりはしたけどまだ繋がってない。マイクラに接続。よし来た。よし。よし、繋がった。ちょっと早くしないと皆さんがお怒りだ。早く来い。あ、電波悪いかこれ。3本立ってるんだけどな。あれ、再接続できない。再接続できないと。ん？なんで？オープンダウンさせて。
なんで接続先は合ってるよな。18分か。ああ。なんでだ。電波じゃないとしたら何が悪い。再起動だ。あ、そう、その前に。GoPro 用の音声を一旦止めます。本体マイクになります。をつけてモバイルデータが、でその後野球に繋ごうとしたら繋げなくなって、PC サイズでしたら繋がりました。配信ツール側の問題かな、これは。すみません、もうどのぐらい経ちましたかね。残り8分になってる。なんとか戻りました。どうしたらこれでなんか状況が改善するんだろうか。で、さっきそこで、すみません、お待たせしまして。10分か。でそこでさっき宮城県に入りました。宮城県の、栗原市だったかな、栗なんとか市で、今は岩手県から宮城県に入ってます。
ビア本館さんには今回ウィンドブレーカーの下に重ねるあのいつも持ってきてるユニクロのフレースを忘れてフレースのフリースを忘れてしまったんで、ちょっと待ってこれでこうつけて車の山、いやこれ多分関係ないんじゃないかな、違うかな、でもこの辺りまで持ってきてる可能性もありますよね。ただあの海岸沿いで見たあの車の山はこんな壊れ方じゃなかったと思う。少なくとも表面に光沢がなかったですからね。津波で壊れてしまった自動車は。今のところはまだなんか割とトラックだけの表面は黒くて。
Thank you.
決まってない。今15時57分になってます。で、多分いらないと思うけど、一応時計もやっとくか。15時57分40、41、42、43、44、45。調子悪いな。声がして、あ、来た。残り時間は24分。枠が取れたっていう表示が出た後に全然枠に繋がらなくて、 PC 再起動とかしてたらもうあの放送残り時間25分になってました。24分40何秒になってました。もうすぐみたいですね。まあまあ繋がったからいいか。いらっしゃいませ。さっきあの、あ、接続なんか今日通信の調子は悪いですね。吠えられてますね。ヨロボ、まだ吠えてる。あ、こっちも吠えてる。やっぱりこっち見て吠えてる。なんで。あ、写真撮っとくか。今映像いってますかね。もう止まってんのか。カメラ、ほら、ラグもひどいな。You、 あ、アクセアスケアとか。うん。入らない。入らない。出した。もうなんか調子悪いですね。配信の調子が。天然シレート津波は何。お餅は6品食べました。お餅何個分ぐらい食ったかな。中には餅と判定していいかどうかちょっと迷うようなものもあったんで。あ、アグリコってなんか聞いたことあるな。予想では
あ、餅菓子とか書いてある。私が JA の、 あの直売所に餅菓子っていうジャンルがある。すごい。地場産品、野菜、果物、花、手作りアイス、餅菓子。検査して、餅菓子って何が、ゴンボ餅っていうやつが一番なんか感動しました。これはうまいと思って。でもまあ、あの美味しさ的に一番卑怯だと思ったのは、あのハムカツプレミアムですね。しわちょうもっちりハムカツプレミアムだったっけ。東京で、まあその時に時間に合ったやつで帰るつもりです。はやては、あの白地に、まあ、白地って大体白地か、白地に、紺色とピンク色みたいなやつでしたよね。あ、違ったっけ。高速バスはちょっと厳しいんじゃないかな、おそらくですけどね。栗熊駅1時間半かん、エビアムなんて、あ、7本、18時台のに乗りたいんですよね。17時台は多分厳しいと思うから。でも配信のおかげで今トータル何分ぐらい経ったのかな。白、ピンクでしたよね、確か。それが早手と小町じゃなかったですかね。あ、できます。あ、淡路交通、この間配信してる人いましたよね。うん、明日が、あ、そうそう、16分、それに乗りたい。距離だとどんぐらいかな。もう20キロ切ってると思いますけどね。今週は2日間でトータル160キロぐらいになるのかな、2日合わせて。この辺りはあの休憩ができるホテルが多いですね。うん、あ、早て20時、あ、やっぱ早いね。やっぱ2時間ぐらいですよね。確か古川っていう、いくつ東京側なのかな、古川駅は。そこまで東京から2時間ぐらい。もうそのために、まあ満足できるぐらい食べられてよかったです、本当に。もちプリンとかはちょっと逃したの、食べてみたかったけど。またなんかこうやって、あの前日にどっか走ってからっていうのはツールドラフラスでいつもやってたんで、第2回餅サミットはどうしようかな。ん、白子、え、長野がそっちで、それでしたっけ。そうだっけ。東北の方は違いましたっけ。確か仙台通るやつの中にはさっき言った白、紺、ピンク色のやつありますよね。でしたっけ。もちレジェンドさんがあなたは会わなかったんですよ。もちレジェンドさんどうしたんだろう。あと、あの時はあの 俺もよくわかんねえって言われてたんで、そういうの好きだなとか言ってたんですけど、多分何らかの肩書きというか、その実績があるんでしょうね、もちレジェンドさんは。うん、あ、ツイッター満腹でございます。まだ満腹です。まだ食い物が入らない。餅つきは子供の頃、母方の実家で餅つき、年末に餅つきやってたって、その時につきたて餅を食わせてもらった覚えがあるので、多分それが原因です。あ、もうモッフル系は確かになかったですね、今回。多分なかったと思う。あ、でもモッフルっていうのは伊豆の方のあのモッフルで、
帳票取られてるし、アレンジしても結局はモフルですからね。土地名物にはん何飲み込むタイミングですか。まあ、感じるままに飲み込むといいと思いますよ。あなたが感じるままに。おはぎは微妙だけど、まあまあ入れてもいい。もち米ですからね。紙に包んでガムだ。紙はまだ見えてきてないですね、今。でもファミマあっても、なんか食べ物はもう買わなくていいし、飲み物はちょうどなくなるぐらいかな。なんだろうこれ。お、道の奥なんとか金星温泉かな。延年閣、栗駒高原駅の近くに温泉とかあったら一列車遅らせて入っていってもいいんですよね。でもああいう感じの新幹線駅は周り何もなさそうな気もするな。現在地は自動灯では出ませんが、どこだ。なんか青看板があれば分かるんですけどね。あ、ファミマあった。あ、金星地区って書いてあります。金成の金星、金星かな、金成だったりするのかな。時は金成。オービスに、あ、了解です。あ、カンナリって読むんですかこれ。あとなんでこんなとこに、あ、こんにちは。こんなとこに車両が。金がなるぜ。ん、これは線路があるんじゃないんだよな。使用中止ってわざわざ書いてある踏切がある。これは復興支援の皆さん大変ご苦労様です。あ、ないですか。ありがとうございます、調べてもらって。電車っていうか、これは貨物列車じゃなくて、なんだろうこの車両。中になんか本とか入ってますね。あ、車掌車ですかこれ。車掌のために1両丸々が3つもくっついてるってことは、これ本来こんな編成はありえないわけですね。じゃあ、よっ、この広場は地元のなんか地主、車掌車3つ並んでるっていうのは多分集めてきたんですかね、使われなくなったやつを。車掌車のやつはあれ、あの北海道だと駅になってたりしますよね。そうそう、なんか待合室っぽい感じで、私鉄あれは、いや、どこの車両かちょっと分かんなかったです。よいしょ。でもこの近くどっか新幹線の線路もあるから、鉄道と縁のない場所ではないですよね。しかしどうやって持ってきたんだろうな。線路がないところって車両、ああいう車両を動かせるトラックあるのかな。うん、なんか小さいですね。車掌車、あるいは上から読んでも車掌車。あ、全廃で。本当に車掌さんのためだけの車両なんですかね。なんかその中で事務なりなんなり何かをやる必要があったから、ああいう車両があるのかな。トレーラーで持ってこれるんですかね。あ、それか下に何かつければいいわけか。にしても重そうだ。あ、貨物列車につくんですかあれ。ああ。
貨物列車だと後ろにあのいうのが1両くっついたぐらいじゃ誤差みたいな感じがする。鉄道詳しい人は結構いますよ、ここのリスナーさんは。まあ、あまりにも詳しくて鉄道ナビゲーターってことで鉄ナビさんというふうにこの放送で名付けられたからなんだったっけ。鉄ナビさんはどうだったっけ。ストーブとトイレ、ああ、じゃあ長丁場ってことなのかな。車掌さんがその生きていくために、生命維持のために。私も国鉄世代ですからね。JR になったのは何十年前だったかな。30年前まではいかないですよね、 JR 化したのって。私が 10歳前半の頃ではなかったよな、多分。いや、高校生以下の時だったっけ。うん、あ、写真撮りました。でも先頭車両ちゃんと取らなかったかも。あ、なんか鉄色ん？トワイライトって夜行列車ですかね。現役、いや、SL は知らないです。現役の方は一応現役って意味だと、大井川鉄道の SL は現役扱いですよね。あれ、お餅バッチリ食べました。満足できるまで食べました。食べられました。振り返り、多分帰る時間が遅いので今日はないと思います。ウェブアルバムにアップすることぐらいはできるかもしれない。国鉄色ってのは本当にその国鉄の国鉄って意味、あの意味での国鉄なんですかね。黒金色じゃなくて。ガンプラから、ガンプラのやつだと私はブルーグレーっていう色がすごく印象に残ってます。ランドセルの色、ガンダムのランドセルの色。87、1987、13、25年前か。やっぱ30年経ってないですよね。25年前って言うと17歳か。オリオン座よく見えるのかな。水色？何それ、水色のランドセル。E電話、あ、E電かな。あの25周年なんかやったんですかね。なんとか周年は5年単位とか10年単位とかあるかな。10年が一般的かな。アミューズメント成功が潰れてる。なんて何見ますねって。だから勾配が全然なくなって平地になった。黒か赤ですよね。私もそう思います。あとなんかウサギのマークがついてた覚えがあるんだけど、あれは CM でどこのランドセルだっけ。気温、クリスマスの時に車掌車からなんか操作できるってことですかね。6年間多分背負ってると思います。いらっしゃいませ。一ノ関に行ってました。餅食べてました。もう餅を食いまくりましたよ。いろんな餅があったんですけど美味しかったです。あ、大熊ランドセルでしたっけ。カタカナで大熊ですよね。伸ばす音の大、大熊、大熊じゃなくてじゃなかったかな、違ったかな。
なんか頭の中でそんなイメージがあるからそう言ってるだけですけどね。まだ道なりか。お、おは。ま。あ、OH だからおはって言うのか。間違えず、うまそうでしょう。うまかったですよ。うん。高く。お店になった。まあ、なになに。意味がわからない、今のは。ああ、平泉の方には行かずに南下してきてしまいました。ちょっともう一戸籍からどっか行く時間なかったんで。ランドセルは確かマグネットじゃなかったかな、だったような気がよくわからない。思い出せない。もちもちした女子高生はいましたか。もちもち、まあ女子高生レベルの年齢の子供たちはいましたよ、結構。で、あのなら、あの餅の種類によってデザーしたときに細切れすぎる。龍天甲焼肉コースか。あれの中ではゴンボ餅が一番あのいいなと思ったので点数たくさん入れました。さっきツイッターで、あの枠がつながらないときにツイッターで餅サミットで検索したんですけど、結果発表のツイートはなかったですね。朝飯のサンマはうまかったですか。あ、あれ朝飯サンマですよね、多分。うん、美味しかったです。サンマとなんかあのかまぼこっぽいやつと、あとメインのおかずが、あと何があったっけな、お刺身と、夕日が、うわ、いや、笹かまじゃないやつでした。悲しいくらい綺麗やね。また綺麗やねの人か、あんたかの人は、あのどこだっけ、増田で西へ行け、夕日が見える、夕日がなんとかっていう、あのコメントを連発してた人ですか。違いますかね。頭の中でそれ繋がってるんですけど、日英系夕日が見えるって100回ぐらいコメントしてる人がいましたけどね。広いな。さっきの左じゃね。ん、左。ああ、本当だ。ん、柿。ソメ、なんかずっと帰ってる人がいたので、その人とは違いますか。違ってた、すいません。猫だ。面白くてマジですか。面白かったのか、あれ。私は元ネタわかんないから、ただ嫌がらせにしか聞こえなかった。元ネタがなんかあんのかな。で、ちょっと予定ルートに復帰しよう。怖い、左だ。猫はもう飛び出したよ。猫今一瞬映ったかな、映らなかったかな。朝日と夕日は時間帯で区別してます。朝方は朝日のことが多いですね。だから時計がないとダメです。まあ、あとは気温は明らかに違いますよね。冷えた状態からの夜明けと冷えていく途中の朝方。観光案内していた人もいましたね。ん、観光案内、え、そんなありましたっけ。まあ指示に関、そういうことでなんかどこどこに行けって言われ方されると、私は逆に、いや、延長ってあのこれ一般枠なんですよ。あとどのぐらいですかな。もう一枠ぐらいで着くんじゃないかな。一枠かそこらか。うん。でもう一枠別枠また取って、それで着くぐらいでちょうどいいんじゃないでしょうか。じゃあもう家に帰れよ。家に帰れよ。ああ、言われるまでもないわ。うまくだ。
なるほど、今のはちょっとなるほどと思った。お、あ、ちょっとなまってる感じがいいですね。あのフォーマックの見どころはありますか？いや、多分ないんじゃないかな。今のはなんかあのフォーマックの駐車場を回ってるパトロールの、あ、警察署か。フォーマックもう一泊してもいいんだよ。もう一泊。明日は予定は、会社の予定は特に入ってなかったっけな。いや、津波とか、あ、でも明日はやっぱ行かなきゃダメだ。ああいう鉛が入るとパッキング、ああ、どうで、どうですかね。早めの、じゃあテント捨てとこう。ライトオン。いや、フォーマックは、施設、いや、ああ、時間、そうですね。じゃあ17時台に乗れるかもしれない。まあ、それの時にあったあの新幹線で。フレックス出勤なのかよ。フレックスじゃないんです。フレックス、前はしてたけど今外された。まだ終わっていません。あ、パークイベント、このタイミングは勘弁だな、めんどくさい。まあ今パンクしたらパンクしたで多少美味しいという感じはしますね。夕日綺麗。ロボさんは毎日スーツとネクタイ？スーツ、ネクタイは未だにしてません。あの3時には帰りたい。3時。電気関係の代金は赤字続きでフレックスなくなりました。フレックス、いやフレックス別に。制度なくなったわけではないし、大手かどうかは隠してますけど、フレックスある、ついてる人もいるんで、単に私が外されただけです。何を忘れないで。会社のお土産っていう話だとしたら、会社の人迷惑かけてないからお土産渡す義理なし。おつでした。あ、お疲れ様です。じゃあ次は取りますね。あ、道路がいいな。新しい。お疲れ様です。毎日白衣ですよね。毎日白衣。配信が終了しました。あ、いい匂いがする。ピーマン炒めた匂いかな。今もで夕方こういうところで走ってて食べ物の匂いがすると腹がキュッとするもんですけども、今日は全然しないな。全く反応しない腹が。うん、もう大した距離ないな。で、じゃあ、最後 FM 入りでやろう。いらっしゃいませ。ロボコン。街中だからある程度電波あるんじゃないかな。転送速度は、お、バッチリ。いらっしゃいませ。最後 FM 入りでやってみました。じゃあ続きいきます。吉川教授、お久しぶりです。教授ですか。いらっしゃいませ。和骨です。いらっしゃいませ。和骨木戸口、木戸、この辺りはあの宮古バスですね。385宮古バス。JA 阿波っ子、栗っ子じゃなくて阿波っ子かな。ハムカツか、やっぱりそうか。そうですね、全くみんな安易な美味しさに騙されやがって。で、美味しかったけど。情報ありがとうございます。やっぱりあれがトップになると思ったよ。和
しかしひねりがないよ。弱立っ子です。え、弱立っ子？わらわら。全く愛の美味しさに騙されおって。お。でも本当に美味しかったあれ。たまたまあの私が並んだ時に列が全く動かなくなって、私的に1位あげたいのはごぼう餅かな。ごぼうスープ餅。ごぼうスープ餅あれか。ごぼうスープですか。あの牛からスープ餅ではなくて。ハムカツ美味しかったの。ハムカツ美味しかったですね。ハムと餅と多分チーズが挟んであって、それを揚げたもの。しかも私が並んだ時には揚げ待ちの状態で列が止まっちゃったんですけど、それだけに揚げたてをいただきまして、しかも腹が減ってる状態で一口目だったんで、めちゃくちゃ美味しかった。ハムが、あ、確かにハムの量結構多かったですね。でもあの餅の感じがそれを引き立てるとか、なんかゴルメっぽいことを言ってみる。ハムが主役だったよね。そう、あんなのうまいに決まってるんだって、私もそう思います。うん、あ、確か豆太郎というところでした。どれも一皿300円でした。で、今日私は1800円ぐらい食べました。あの私の実家 の方言で言うと1800円ガト食べました。1800円ガトで、ちょっと今聞いてなかった。あ、1800円分も食べましたって意味になるかな、今のは。ちょっとニュアンスが正確じゃないかもしれない。こっからそこの橋渡った方がいいんじゃないかな。じゃない、まだ先だ。まだだいぶ先だ。この枠では扱わないかもしれない。うん、その席からなんとなくあの時間余っちゃってもったいなかったんで、あと腹ごなしちょうどいいなと思って、この辺りは歩道は走らなくていいと思いますね。歩道を走るリスクっていうのがあって、歩行者とのトラブルになる可能性があるっていうのと、今でも単道道がたくさんありますね。単道道、素直にルート検索したらその道通らなくて遠回りになるんですけど、無理やり指定したら、掃除？自転車なのかな、部屋なのかな。部屋の掃除だったらせずに我慢してます。まだ先だな。確かにハムカツ美味しかったですよ。あとハムカツが一番最後まで、あの投票時間14時締め切りなんですけど、その後もまだ売ってた。あ、高架橋ですね。餅はですね、もっちり感というかとろけてるんですよ、中で。なのでとろけて舌の上で伸びる感じにチーズの味が確か混じってたと思うんだけどな。チーズ入ってなかったら恥ずかしいな。もしかしたらハムの塩気だけを勘違いしたのかもしれないけど、あれは確かに美味しかった。でもあの炒め納豆っていうのもかなり良かったですよ。あれはご飯にかけて食べる、あのどこだっけ、川崎町か、一ノ関市川崎町で納豆、炒め納豆っていうのがあって、右側あれ川沿いの土手ですね。で、その炒め納豆っていうのを餅にかけたっていうメニューだったんですよ、今回は。あの炒め納豆っていうのは良かったな。野菜炒めプラス納豆みたいな感じ。納豆も一緒に炒めてある。ピーマンと人参とあと何が入ってたかな。で、あれその川崎町の
小学校とか の, あの給食になってるらしいです。ハムもちかつ、今回あったのがそれですね。ハムカツ、あのなんだっけ、もっちりハムカツプレミアムっていう名前でした。僕側は生きてるかな。よし、あ、もうすぐだ、もうすぐで川渡るとこだ。橋はもうちょい手前にあるのか。ここから登ろう。いや待てよ、電波プトプト。あ、電波悪いですか。ここだ。あ、夕日がちょうど太陽の丸い形がはっきり見える状態になってる。よいしょ、しまった、勾配が。よいしょ、あーダメだ、トロクが足りなかった。あーいい橋。車渡れるのか、あの橋欄干ないのに。太陽を取って、ちょっと通常配信にしますかね。FM で厳しいか。あ、僕は本当にあのハムカツ美味しかったんですよ。でも卑怯な感じがしたから一番推しにはしなかった。こうして。これで、よ、これでいったかな。登り速度ダメだな。ダメですね。いい橋が、あ、ダメだ。いい橋なのに、ああ厳しい。登り速度はというか、電波状況は、いや3本立ってるな、おかしい。ちょっと待ってくださいね、再起動。マシンサーじゃなくてツール再起動で、よくわからないな。ダメだな。じゃあ PC 再起動します。 GoPro も音声一旦停止。
後半誰が新幹線乗れるかな。の録音をスタートっていう風に言わないと。あれ、うん、で音を合わせて行って、さあ来い。サーバーに繋がってない。どうした。コメントサーバーに繋がって配信画面に繋がらないってどういうこと。また繋がらない。調子悪いな。上り速度これでどうだ。全然ダメだ。おかしい。電波3本立ってるのに。とりあえずこの状態で先に進むか。納得いかない。何が悪いか全然わからん。ん、来ました。橋見えます。でもこの橋だから車が頻繁に行き来してるんですよ。何が悪いのか全然分かんないです。うお、怖っ。大丈夫ですかね。これもともともっと太い橋だったのかな。この横にあるやつは何。怖っ。これ絶対日野翔平さんは渡れませんよ。無理だろこれ。一本橋で欄干なくて。あ、映像ダメか。まあ GoPro 映像とあと写真で。今写真撮れたかな。電波あるんですけどね。なんでダメなんだ。で、あと駅までまだ10キロぐらいありますね。この枠に着くとかいう話はないです。ありません。すごく太いです。太い。橋は細かったです。新興橋と聞いて。新興橋な。新興橋になるのかな。まああれはちょっと日野さんには無理ですね。肝心の橋渡りが見れない。橋渡り残念。今のとこ面白かったのに。こんなとこにこんな橋が。というか他に渡るところがこの近くないから車はいっぱい来てるんでしょうね。これルート調べるときにあの橋をルートラボが最初迂回したもんで、えらい遠回りで駅に向かったんですよ。でここ通れっていうふうに指示したら何キロか一気に縮まりました。で確かこの後は後によくありますね。橋細いんですよ。地図で見てもこれは渡れる橋なのかどうかっていうのが気になるような。で
あとは新幹線 の, あの架線沿いに走ればすれ違いできないですね。自動車と自転車も結構危ないです。今夜はちょっと遅くなりそうなんで、おそらくないです。明日やると思います。ん、これは怖いっていうのは何か映ったのかな。確かこれ駅までずっとこの河川沿いに道があったはず。 Google 先生のルートで調べたら、あ、線路にぴったり沿ったルートが出ました。そう、新幹線のもう日没、あ、あと10分ぐらいか。ノエー、ま、なんすかノエーって。気温下がってきた。ラグテスト。あ、4秒。じゃあ全然大したことないですね。まあ、あの通常配信なので。ノエ、徐々に電波回復。ノエ、ノエ、今来た、ここどこ。ん、何顔。今これは、栗駒高原駅っていうところの近く。大林寺、小林寺じゃなくて大林寺。のどか。でもだいぶ気温が下がってきました。駅まであとどのぐらいかな。7、8キロぐらいじゃないかな。小沢先生ですか。ああ、もうあの雲に隠れてしまって、日は実質的に暮れましたね。あとは駅まで急ぐだけ。寒いまではまだ行かないです。ウィンドブレーカー来てるんで。でも気温が下がってきたのよ。気温が下がってきたのはよくわかる。え、2、3キロくらい？さすが小沢先生の力はすごい。ちょっと、砂利道だ。無理にこっち来なくてよかったか。というか行けるかな、これ。信号が少なくていいですね。信号はないですね、確かに。あ、こっち違うか。なんか違うか。あ、違うっぽいな。せっかくだからちょっと見てこよう。およそ3キロくらいですが、駅まで3キロくらい。そんなもんですか。これは、あ、本当に2、3キロ。いや、すみません、これ違いました。これじゃない、これじゃない。ロボ、語尾がロボ。とキュードか。寒いですね。栗駒高原駅。そう、栗駒高原。ロボさんだ、ロボ。ロボ。ミスったロボなり。あ、そうだ、なりで思い出した。今日はあの、そのもちサミットの会場で、ゲイ、これですね。ゲイビマンのあのヒーローショーやってたんですけどね。間違える。あと。ゲイビンは6人組でしたよ。実質的なヒーローの赤いやつがいて、ヒーローじゃない、リーダー。赤いリーダーの他に白いなんか将軍様みたいのがいましたよ。まあ、見た目はただ白いだけなんですけど、あの芸風がすごくあの殿様な感じでした。そう、ゲイビマン、ゲイビマン、ゲイビ系っていうのが近くにあるんですよ。実るほど頭を垂れる稲穂かな。稲穂かな。ゲイじゃねえ。ゲイビマン、ゲイビマン。危険な響き。まあ内容は確かに茶番ではあるんですけど、最後になんかダンスやってましたよ。テーマに合わせて。ゲイビって何？ゲイビ系っていうのは近くにそういう観光地があるんですよ。観光地っていうか景観、景勝地かな、景勝地。それのゆかりのヒーローものらしいです。でそれが6人組で、そのリーダーと、一緒に名前呼びましたか。
殿様、いやさすがに呼ばなかった。頑張れ頑張れっていうそのヒーローがやられて立ち直る時の子供たちのその声援にはさすがに加わりませんでした。芸の名前がゆかり、魚の方がかっこよかったね。あ、魚、ナマズ男みたいなやつがいました。ご当地ヒーローか。ご当地ヒーローですね。ああいうのそれをああいうとこでやるのもすごいな。でゲイビマンの最後のダンスは少し iPhone で録画してみました。さかなクンさんはいなかったけど大体似たような感じの怪人はいました。ご当地ヒーローいましたね。あの、あそこ六ヶ所村の確か PR 館かなんかでやってましたよね。配信には確か映像出なかったけど。警備系といえばあの団子でしょ、うん、あ、そう団子、あの滑車を伝ってくる団子でしたよね。爆発はしましたか。爆発はなかった。あの五色の爆発はなかったです。あ、そういうのあるんですかね。割となんかアクターは頑張ってる感じでした。あ、生像でしたっけって、あなたはそれ見てた人ですか、もしかして。確か生像ですよね。そうそう、ナマズの生像が、あの悪いなんだあれは、敵側の敵側の悪い偉い人に改造されて。え、どこまで。ゲイ戦隊、ゲイビケイ、あれ生ゾーラでしたっけ。生ゾーじゃなかったっけ。少なくともそれをあの昔ペットで飼ってて捨ててしまったという少年、まあ少年じゃなかったけども、少年は確か生ゾーって呼んでなかったっけ。ドラゴンクエストに出てきそうな名前だね。ドラゴンクエスト、メラゾーマ、ゾーマ、おう、少年ケンプトに飼われていたナマズの生像が怪人か、アマゾネス軍団。おう、カモだ。おう、カモって結構飛ぶんですよね。いや、あれカモだと思います、あの首の形は。おお、真上通ってくれた。で、あのくさび型組んでるのかっこいいですよね。カモがネギ背ってきた。ネギを。あ、カメラ映りました、ちゃんと。え、今の近く。これ高架橋ですね。撃ってる、そうなんだ。あ、モジャーラでしたっけ、あの、また、毛ばかりムクムク伸びやがってっていうふうに、あの、ゲイビマンから罵倒されてた。音声ナビ使いたい。え、何のおすすめですか。音声ナビ使うっていうことになると GPS とかカーナビみたいなものかな。私カーナビとしては使ったことないんですよ、 GPS は。予定ルート入れといて、で現在地と予定ルート比べながら走るだけなんですよ。音声ナビ使ったことなくて、しかしさっきから新幹線通りませんね、音がしない。あと5分、了解です。これ沿いでいいのかな。あ、トラクターかなんか。お休み。ん、ポルシェ、今のですか。栗駒高原駅は本当にそんな近くだったのかな。なんか予定ルートだともっと先まで伸びてる。のどかですね。車来ないからいいな。栗駒高原駅を通過する新幹線動画面白かった。え、新幹線動画、え、面白いってのは何が、一体何が。うん、なんですけど大丈夫ですか。秀島大丈夫だと思います。あれ、キレジってどちらかというと外からの外傷じゃなくて、内部か、体の体調が悪いとかで内部からどうにかなるっていう方が大きいんじゃないかと私は思うんですけどね。
フライングした。まあまあいないからな。7、6、5、4、3、2、1、ゴー。栗駒、どうですかね、高原じゃないよな、この辺りは。うまくつけます。突っ込まないと。それまでやったことない。ウィリー事件で、あれがあると必ずやらなきゃいけない。どうでしょうファンは。信号機にもいらっしゃいまして、東京の方だとあの残りゲージ表示する信号機ありますよね。あと3分か。そう、生ら怖かったよ。あ、地元の方。栗駒高原駅はどの辺りにあるんだろう。関西人はせっかちだからかな。せっかち、多分高架沿いに行ける道あるんだろうけど、まあこの道沿いでいいか。大阪は見ないだろう。私は栗駒高原駅を通過したりしてませんよね。残り 2,3 キロって言ったらもう通過してる可能性があると思うんだけど。いや、あれか、違うか。温泉どうでしょうは知らないです。もうウィリーさん、線路走りにくいと思いますよ。栗駒、線路駅、うん、左折。あ、なるほど、これか、わかりました。あのセブンですね。大丈夫ですかね。17、16か、うーん、行けてしまうな。17、16。ってことはその次が40分台か。多分30分おきぐらいですよね。次の駅まであと5キロくらい。5キロ。栗駒高原の次の新幹線駅ってどこだろう。一ノ関か。この地名なんて出てますかね。で、読めたら苦労ないか。全部見えたらですね。月立仮式。うん、これ左ですね。分解にまあ10、どうだろう、15分だったら余裕ぐらい。でも今日荷物少ないから10分でなんとかなるぐらいだと思います。また駐車場拾いって言われた。コンビニ、東京っていうか都心じゃないところのコンビニに行くと必ずある、そのコメント。もうすぐ、じゃああれか、あの辺が駅か。じゃあ16分にしたっけ、言ってから。あ、1時間空くとこですか。あ、じゃあ駅に着いて枠取って、でそれでパッキングを見せしたいと思います。うん、反応したら、反応できる内容あるんだろうか、その駅。じゃあ駅に着いてから次枠取ります。ありがとうございます。まあ着いたらってもうすぐですね。あれが見えてるのが駅だったら。そろそろ GoPro の映像は暗くてぼやけて見え始めてる頃かな。あ、新幹線。お、なんだっけ、はやぶさか。この間乗ったのに。なんか管制塔みたいなのがあるな。周りにはあれ店かな、赤い看板が見えるけど何の店かわからない。なんで管制塔があるんだあれ。ちょっと写真を、もうちょい近づくかな。いや、この辺でいいや。レストランか、あれ。なんかすごいな。
今何が見えるんだろう。あ、イオンスーパーはある。イオンスーパーはあるけど他の道は見当たらないな。あと車の数がすごい。駅前にはイオンスーパーだけかな。なんか謎の水車みたいなやつが。民進崩落。いや、タマホームとイオンだけしかないな。いや、ほんと17時10何分だと、お、ギリギリだ。終わりだったらほぼ躊躇せずに降りられるんだけど、前札なくなったからな。いや、切符買う時間考えたらかなり厳しいな。これでいいかな。内容も更新してる時間ないな。繋がらねー。読み上げを最大まで上げ、あ、そうだ、読み上げ iPhone でやりゃいいんだ。枠が取れたよ。ちて、あ、でログインして、あれ取れない。あれ取れない。よっと。いらっしゃいませ。ちょっと枠。ああ。枠をつです。LV の。1124リンコテック間に合うかな。89720つながれ。よし、来た。でこれで手元で鳴らせば。じゃあちょっと私の声はあまり届かなくなりますけど、パッキングを急いでやりたいと思います。早くで一応ちょっとパッキングだけお見せして、16か。ああ、ちょっとギリギリすぎるかな。ダメだったら1時間後ですね。あ、そっか、マイクそっちか。じゃあこんな感じでパッキングします。
ペダルは普通に小さいやつです。そういや、糸雲効果があったの、これ。最近のなら上に引っ張ればいいんじゃないの？うん、わら、電車間に合うんじゃないの？間に合うかな？ああ、ワッシャーがあった。結構カメラ飛んでいきますよ。また来た。カモがバンバン飛んでくる。白鳥ですかね、あれ。白っこは見えなかったですよ。Thank you.
これ今切れてるのかな。うん、縦型でございます。ブロッコリーは譲れない。ブロッコリー下手好きだな。8分、あと8分、残り8分、7分ぐらいかな。接続なんで切れてんだ。はい、繋がれ。繋がんねー。これあれなの、 iPhone の方でも引き継いでやった方がいいな。じゃあちょっと GoPro はここまでいいや。あー時間ない時にも放送する。繋がれ、 iPhone で放送。やった、どうだ、通信エラー、くそ。頼む、2本も乗せられる電車あるよ。くそ、すいません、ダメだ。先押した方が早いかな。配信開始。どうだ？あ、行った。ん？行ったのか。行ったのかな。どうですか？あ、来てますね。来てますね。というわけで、ほぼパッキング終わりました。あとはヘルメットとか入れるだけなんで、終わってます。どうだろう。間に合うかどうかわからんけど、これでもう放送終わって。16分に乗れるかとかやってみます。といっても残り5分だからな。新幹線でつけとかなきゃいけないからな。じゃあちょっとこれでいきます。じゃあありがとうございました。今日の配信はここまで。ありがとうございました。じゃあ急いでチケット買ってみます。間に合わなかったらゆっくりします。じゃあお疲れ様です。じゃあ GoPro もここまで。ありがとうございました。スタップ。